皆さんこんにちは、トランペッターの日高のりおです。前回ですね、ビデオを作ったんですけど、ちょっと足元が見えないよということでですね、ちょっとせっかくちょっと高台っていうかあるんで、ちょっと行っていきたいと思います。前に倒すときは、まあ、肩幅よりちょっと広いぐらいで吐きながら起こす。 X の時はちょっとだけ、もうちょっとだけ開いて、そうですね、でこうですね、上にグッといく感じ、上にグッといく感じで、こっちはもう触れてる程度です。反対もここにあまり重心を置かない。もう触れてる程度。中指が触れてる程度です。で、上につく。この辺はスポイルしないようにですね。で、まあ、これですよね。順調。よいしょっと。まあ、頭があったら、こうですよね。で、こうですよね。で、こうで、こういう感じ。イメージ的には、こう直角になるようなイメージ。まあ実際には難しいんですけど、でまあ手で持ってですね、するんですけど、指先を見るっていう、そんなイメージですね。うっす。こんなもんか。では今日は、ちょっとハイノートのもう一個だけちょっと練習法があって、腰に、ふって力を入れるんですけど、僕はこれをちょっとターボエンジン搭載って呼んでるんですけど、まずここのところにですね、まあここら辺ですよね、ポンって叩きます。今度は電気信号が行くんで、そこのところだけフッって力を入れます。よいしょ。はい、今度反対、こうですよね。こいで、ここのところにポンってやってると電気信号が行くんで、ここで、そこを力をフッで入れる。よいしょ。これを左と右と交互にやることでですね、別々に体が、別々の部位に力が入るようになるんですね。で、そのハイノートを吹くときに、そこ、まあ最初は難しいんですけど、まずはこれ1週間ぐらいやってですね、フッ、でですね、入れることによって徐々にこの脳が指令するとここって、今は多分なかなか動かないと思うんですけど、そういうのを毎日やってるとですね、その脳を信号を送っただけでここに力が入る、入れることができる、そのパイプっていうのがだんだん経路が太くなっていくんで、それ繰り返しですね。そう、うん、あまり何も考えんと、パッとポンってやっただけで、ふって、まあ最終的にはトンってやらなくても、よいしょってやるだけで、ここボコって膨らむようになります。その筋肉をタガウと吹くときに入れてあげると、まあ最終的には何も考えんでも、この腰の力ふってターボエンジン搭載することができるようになってくるんでですね、これもですね、まあ合わせてやってもらえるといいと思います。ただまあいきなりこうやって吹くっていうんじゃなくて、まあしばらくですね、筋肉と脳の電動を強くする、太くする、していくことで、かなり効果的な練習になる、と思います。高音吹くときにここをグッとやるとパーンって出るような、その感覚が、身につけれると思うんでですね、ぜひ練習してみてください。ありがとうございます。
今日の、ビデオ良かったなと思っていただける方はどうかいいねボタンですね、チャンネル登録の方も、ぜひお願いします、そしてコメントも、どんどん受け付けておりますんでですね、質問サジェスション何でもあれば、ぜひお願いします、それでは、最後までご視聴ありがとうございました。